やっほー、こんばんは。今日は、シンフォニックレインをやっていこうと思います。このオープニング聞くだけで、大満足って感じなんだけど。先週まで、D-Mo2 をちょっとプレイして、ピアノとか、音ゲーとか、雨の世界っていうのが、すごい D-Mo2 は印象的だったけど、この辺の雨で音楽っていうので、このシンフォニックレインをまたちょっとやってみたくなって。私はこのゲーム2004年に出て、その頃にオリジナル版は一度プレイしてるんですけど、5、6年前に、グラフィックを一新して、リマスター版っていうのが出ていたんで、それもまた、やってみたいなって思ってたんだけど、こう、機会を逃していて、せっかくなんで、今こうやって配信でできるから、やってみようかなって思いました。ということで、オリジナル版はプレイしてるんだけど、初心に戻ってプレイしたいなと思うんで、ネタバレは厳禁でお願いします。このゲームはあれですよね。曲とか BGM とかが岡崎律子さんが亡くなる直前に作られてた曲っていうことでも有名ですよね。まずちょっと音ゲーの部分を一回やってみようかなと思います。まだ始めたばかりだから、曲登録されてるのはオープニング曲だけかな。ちょっと練習してみたんだけど。秘密の場所
こんな感じで、結構キーボードをいっぱい使うのが特徴ですね。15キー、30キーずつ、あ、違う、30キー。左15、右15。使うので、ある程度ブラインドタッチできないと難しいですよね。まあ、音自体はそんなに多くないから難しくないんだけど。ということで、早速ストーリーを始めていこうと思います。まあ、基本はアドベンチャーゲームなんで、ストーリーをゆっくり楽しもうかと思います。クリス、そちらは今も雨が降っていますか？あるからの手紙はいつもそんな風に始まった。クリスが主人公ですね。こっちは相変わらずのいい天気です。少しだけでもそっちに分けてあげたいくらいに。そんな些細な天気のことでさえクリスと遠く離れていることを思い出さずにはいられないなんて辛いことだよね。もう3年近くこんな生活が続いたんだって最近ふと思い起こしてみました。この月が終わって年が明けてあと2ヶ月もしたらやっと戻ってこられるんだよね。そのことに気づいてから少しだけ時間が経つのが遅くなった気がします。別れてすぐも辛かったけど、こういう時間もちょっと辛いかな。そしてその日が来るのが少し怖いくらい。そんなのおかしいかな。今年の終わりもいつもみたいに一緒に過ごせたらと思うけど、発表のこともあるからまだどうなるかわからないよね。それに私の方もまだちょっとわからないんだ。ナターレ前の手紙くらいで細かいことを報告するからクリスもお願いします。ナターレってのがなんだっけ、卒業試験とかのことかな。そうそう、卒業するために発表しないといけない演奏のパートナーがまだ決まってないってトルタからの手紙に書いてあったよ。私にはよくわからないけどすごく心配してるみたいだったから早めに決めた方がいいんじゃないかな。あ、そうだよね。主人公が音楽学校の学生で、まあ、卒業試験を目指してで、ヒロインの中からパートナーを決めましょうって感じかな。もう一年はさすがに待てないよ。なんだか取り留めがなくなっちゃったね。続きは次の手紙で。この子はいつも手紙をくれる幼馴染のアルンだよね。11月27日、読み終わった手紙から視線を外し指先に残る便箋の感触をもてあそぶ。その余韻から覚めるまでにいつもほんの少し時間が必要だと。設定を、プレイ、これずっと BGM 代わりに雨の音が聞こえるのがすごい雰囲気が出てますね。きっと動かずにそうしていて、それからようやく彼女からの手紙を折りたたんだ。綺麗な封筒に来た時と同じように丁寧に入れ、いつもの引き出しにしまう。
あ、引き出しに手紙がいっぱいありそう。一枚の紙に収まるくらいに短い、あるからの手紙。それでも、その手紙は重ねた時を知らせるように、今ではその引き出しのほとんどを占領しかけていた。まあ、よくある感じ。彼女は、あ、彼女。あの子かな？こんばんは。ん？おかじさん、こんばんは。いらっしゃい。今ちょうどゲームを始めたところです。で、その引き出しがクリスの手紙でいっぱいになったとき、クリスが帰ってくるんだなって、いつか彼女と約束したことを守るために、週に一度のこの習慣は、今でもきちんと続いている。この彼女っていうのは、静かに引き出しを閉め、いつもそのたびに体を預け、窓の外の風景と時計を確認する。あ、今、6時5分。6時か。夜はもうすぐそこまで閉まっていた。そして、一時的に外の風景が変わることもない。まあ、雨が降ってるだけ。より一層暗くなるだけだ。窓に当たる雨の音は、途切れることなく続いている。何が6時かよ。さっさと返事出してアンサンブルしようよ。かわいい。オリジナル版のパッケージだとこの子のフィギュアがついてきてたんですよね。1分の1で、軽やかな羽で優雅に風を切りながら、トーニーが窓辺から上にふわりと降り立った。なんか多分、10センチぐらいしかないはず。あ、そう。ん？あ、違う。上から約10センチのところを、ふわふわと漂っている。背中から生えた翼は結構せわしなく動いているけど、そのせいで浮いているようにも見えない。何から何まで不思議な存在だ。別にこの世界ってそんなにファンタジーっぽいわけでもないけど、まあこういう妖精が。まあわかってるよ。週に一度のアルトの手紙のやりとりはいつもこんな風に過ぎていく。時間にそれほど余裕がないわけではない。ただ、早く返事を読みたいからとアルに言われたのを忠実に守ってるだけに過ぎなかった。でも逆に、彼女からの手紙がすぐに届くことはない。ん？あ、結構遠いんだっけ？それから手紙を書いて、明日の朝ポストに入れると、5日後に向こうに着く。それだけなら往復で4日なので、そんなに急ぐこともなかった。でも、彼女の働くパン屋さんは、僕たちの生まれ育った町でも評判の店で、週末ともなると、わざわざ遠くから買いに来るお客さんがいるほどの盛況を見せる。まだまだ修行人としては寝る間も惜しんで働かなくてはならないんだそうだ。それは週の半ばに届く僕の手紙をすぐに読み、唯一お休みをもらっている金曜の夜に、ようやくお返事が書けるようになる。それがここに着くのが日曜日の昼。今日は日曜日？この日は郵便局がお休みだから、少しだけゆっくりと、また彼女への手紙を僕が書く。手紙にも書いてあった通り、そんなサイクルがもう30年近くも続いていた。問題生ぐらいの感じ？高校生ぐらい。全然わかってないじゃない。何が？はいはい。手早く手紙を書き終え、封筒に入れてのり付けする。それからようやく不幸の方に持ち直った。やっと終わり？あ、この顔かわいい。ま、仕方ないか。恋人への手紙ならさ。恋人じゃ。
はい、みたいに言うんだっけ。こういう人でいいのかな。半ば呆れるように方には行って、これから嬉しそうに背中の羽をパタパタと揺らした。学園に行くときに持ち歩いているケースから、ポルテールを取り出し、部屋の隅に設置する。このポルテールっていうのが、楽器の名前だよね。甲賀堂の、前作の音ゲーの、エンジェリックコンサートとか、エンジェリックセレナーデでも出てきた。まあ、なんか魔法の楽器みたいな。実際はピアノみたいな感じ。ピアノというかエレクトーンに近いのかな。音ゲーパートではこのポルテールを演奏してるってことになるんだね。はい。手を僕に差し伸べ、フォーニがいつものようにお願いした。あ、手のひらに乗せ、ポルテールのすぐ上に置く。なるほど。別に飛べるわけじゃないのね。さっきのように低い場所までなら滑空して、それなりに遠くには行けるみたいだけど、今度同じ高さの場所では、少し距離のあるところへたどり着くのは無理なようだ。さてと、ポルテールの前に座り、歩く案を書き直してみる。まあ、音大生とか、そういう人たちが住むアパートとか、あるよね。始める？そう、最初この子が歌ってくれるんだね。フォルテールに触れた手に、軽く力を込め、意識を最初の音へと集中させる。魔力。この楽器を演奏するために必要なもので、力の差はあれ、昔はバニーが持っていたという力。突如としてその力は消え去り、代わりに、電気という同じぐらい不可思議な力が、世界へと広がっていった。フォルテールは、過去に魔法が存在したというかすかな証拠だった。曲はいつものでいいね。え、演奏パート？音をイメージする。そして、和音を構成する一つの音となる自分を、音楽の中にいる自分の存在を。オープニング。
この曲何度聴いてもいい。あ、この歌は、あ、これフォーニーが歌ってるんじゃない？最後の音が消え、部屋を静寂が襲った。息さえ潜み、しばらくは二人ともじっと動かない。なんかオープニングと、普通にピアノが出てきたけど、ピアノもあるのかな？ 22 時40分。雨音が塗り替えていく。はぁ、気持ちよかった。譜面台に背をつけて、頬には目を閉じたまま、うっとりとため息をつく。歌う彼女もまた、音楽を構成する一部となっていた。初めて会った時、頬には自分のことを、音の妖精だと言ったけど、今はそれが嘘でないわ。僕が一番よく知っている。その時のことは実はあまりよく覚えていない。このアパートに引っ越してきたばかりで、いろいろ忙しかったし、この部屋に最初から住んでいた音の妖精だなんて説明をされただけで、足崩し的に一緒にいることになってしまった。座敷わらし的な感じ。最初はもう幻じゃないかと疑ってみたけど、彼女は確かにここに存在しているのは事実だった。しかしそんなことは、人が持ってきたフォルテールに気づいたコーニーの、アンサンブルをしようという一言で、どうでもよくなった。それくらいに彼女の歌は素晴らしかったし、今でもそれは変わっていない。ただ一つ、残念なのは、彼女の姿も、その声も、僕以外の人には見えないし、聞こえないことだろう。天使の歌声なんて言うと、ピンクな表現に聞こえるかもしれない。でもそれ以外に、彼女の声を表すことができる言葉を僕は知らない。最後の余韻を振り払うように、フォーニーが閉じていた目を開けた。その思いに浸っていた僕も、同じように意識を現実に戻し、ボルテールの鍵盤から指を離す。じゃあ、そろそろ寝よっかな。あ、もうそんな時間？あ、ちょうど今と同じぐらいだ。こんな風に続けて何曲も、フォーニーと音を合わせていると、時間が過ぎるのが早い。それだけ集中しているせいなんだろうけど、それに戻ると疲れを感じる。だから毎日のようにフォーニーとアンサンブルをしているわけじゃない。それは決まっていつも日曜日。ハルへの手紙を読み、返事を書き終わると、フォーニーはさっきみたいに言う。早くアンサンブルしようって。手紙、忘れないようにカバンに入れておくのよ。はいはい、わかってるよ。小さな体だと、長い口調。そんな姿なのに、フォーニーはいつも僕に注意するように言った。似合ってるとは言えないけど、そんな姿が可愛らしくもあったし、そうしてあれこれと言われるのは不快でもなかった。春の妹。もう一人の僕の幼馴染である、ポルタを少しだけ思い出させるのも、その原因だったのかもしれない。あ、双子なんですよね。春とポルタ。よろしい。じゃあ、おやすみ。あ、おやすみ。データ。彼女の存在は確かに不思議ではあった。でも、それを受け入れたいという思いが心のどこかに存在していたんだろう。過去形で書かれてるんだ。よく見ると。おかげで来たばかりの頃からずっと
慣れない土地で寂しいとか、孤独感に苛まれることもなかった。おやすみ。11月28日、月曜日。今日も雨。水の流れる音がする？雨漏りしてない？明かりをつけるために立ち上がろうとしたけど、爆弾の横に佇む影について、動きを止める。おはよう。おはよう。いつもだけど、子供みたいな寝顔ね。本人に言われたくないって感じだよね。子供みたいじゃない寝顔なんてあるの？そう。クリスの寝顔しか見たことないから。はい、いつものお願い。いつもの？彼女を移動させたね。ポーニーはそこに腰を下ろし、暇を持ち歩くように足をブラブラとさせた。今何時？9時ちょっと。もう少しして起きなかったら、なんかいたずらでもしてあげようと思ったんだけど、残念。月曜日学校なんじゃないの？ではアラームが鳴る前に自然と目が覚める。もともと睡眠時間も十分に取れているから、寝るために一応スイッチを入れてるだけだった。さて、とりあえず着替えようかな。あ、そうそう、手紙忘れないようにね。あ、ハルレーの手紙。昨日のうちにカバンに入れてあるって。何？今日も雨？まあ、雨だよね。いつも通りね。いい天気ね。しばらく気合を済ませ、玄関に向かう。僕は朝食をとる習慣がなかったし、ポーには何も食べない。そうなんだ。だから顔を洗って気合を済ませると、それで出かける準備は終わる。外に出て、まず耳につくのは、日畳の時に落ちる雨の音だった。ポストが。この音は決して大きくはなかったけど、耳の奥さんに気づいていて。確かに。家とか結構雨漏りとかしてきそう。雨の街。でもまあ魔法とかある世界観なんで、一応。まあ、ちょっと魔法もされてきてるっぽいけど。滝の由来。そう呼ばれていたし。雨の町と呼ばれていた時期もあって、でもここは今では音楽の町だった。それがこの町に住む人々の共通の認識であり、また誇りでもあるらしかった。町の名分、店の過去の名残である。雨を避けるための屋根の下に入り、ようやく体にまとわりついた雨の雫を振り落とすことができる。まあ、みんな雨に慣れてんのかな。服についた水滴を手で払う。そんな動作をごくさりげなく行えることには、僕もこの街に慣れていた。綺麗な音をして降り続ける雨に、街の住人が慣れすぎているせいか、まず傘を差してる者はいない。ヨーロッパとかあんまり傘差さないんですよね。湿度がそこまで高くないから、多少濡れてもって感じで。
で、また来週のあるわけなんで。あ、オープニング。慣れすぎた、この場所。ヨーバって、場所の名前だったっけ？でも、どこかに違和感が拭いされない。ここが自分の居場所じゃないような、不思議な気持ち。そうには閉じた。そして、あるからの手紙が存在しなければ、時はとてもなくなるじゃないかと、バカなことを考えたりもする。失礼。あ、もう動きやな。手紙を出したいんだが。あ、邪魔でした。ああ、すまないね。どのぐらい考えにつけていたんだろう。カルトやフォーニーにもよく言われるけど、普通に考え込んでしまうのは癖らしい。怖いよね。10時を過ぎるくらいにキャンパスにはやっつく。無心月分が始まるまであと20分はあるので、それほど急がずに第一校舎へ向かう。音楽学校って、あんまり座学とかはないんだろうね、きっと。主人公は3年生。あ、そうだよね。学理とかやるにしても、最初の1、2年で、あとは、楽器のレッスンって感じなのかな。1限は、8時半とか9時だろうけど、絶対入れたくない。個人レッスン用の教室がある区画までは、歩いて数分かかる。まあ、そこそこ広い。少し湿った空気を吸いながら、目指す教室へと向かう。語学や和声学。先生は一般教養も習わなければならないため、講義室のあるあたりはそれなりに人の気配もする。防音のレッスン室、いいですね。僕はこの朝の空気が好きだった。鼓膜を圧迫するような圧縮された空気の層を耳に感じ、遠くにかすかに聞こえる雨の音を肌で感じた。失礼します。これは普通にピアノに見えるけど、コーデル先生はまだ来てない。あ、ここ防音室だから、雨の音は聞こえないんだ。すごい、急に静かになると、びっくりする。フォルテール、あ、一応持ってきてるんだね。これがフォルテール？わかんないけど。おはよう。あ、これが先生。構わない、続けろ。遅くなりました。あ、チェモパさん、こんばんは、いらっしゃい。今、主人公が音楽学校に来たところです。そうか、ならいい。この人は先生。まだ時間は少し早いな。先生結構若いな。先生若いね。まあでもオープニング見るとわかるけど、先生は攻略対象ではないです。コーテル先生は僕に確認を求めた。少し、まあ、話がある。見当はついているね。範囲が危ないですよとか。あ、パートナー、そうね、卒業試験のパートナーを
見つけなきゃいけないんだよね。まあ、ゲーム的に言うと、当てがないわけじゃないだろ。攻略キャラを選んでくださいってことね。合わせる時間も必要だから、もうそんなに時間がない。まあ、基本はアドベンチャーゲームなんで、まあ、ギャルゲのフォーマットで進んでいきます。まだ数ヶ月もありますよ。3月ぐらいってこと？2ヶ月しかないんだ。あ、2ヶ月？数ヶ月とは普通言わない。2月末か。僕の練習2ヶ月は結構大変かもしれない。もうそんなになりますか？あ、違う。2ヶ月は1月末か。結構すぐだよね。そういうことに疎いのは知ってたが、それほどとはな。これも仕事だから。それで探してはいるのか。先生はダメですか。嘘だな。フォーには歌は上手いらしいけど、他の人に聞こえないからダメなんだよね。君のことは多少なりとも分かってるつもりだ。じゃあ聞かないでくださいよ。なんだ、図星か。すごい、先生は SP が強そう。そう言って先生は軽く微笑みながら髪をかき上げた。先生が時折見せるそんな仕草が僕は好きだった。音楽に関しては妥協を見せず、厳しい態度で生徒に接するが、決してそれだけではない。多くの生徒は厳しいだけの講師と見ているようだが、実際僕もこうして個人レッスンを受けるようになるまでは、そのことを知らずにいた。そのこと？まあ、君の音に合わせられるものもあまりいないか。そんなところです。先生は僕のことを過大評価しているような気もする。うん、他の先生からはあんまり評価されてないのかな？主人公は。フォルテールは魔力を必要とする楽器であり、その音色は奏者によってかなり左右される。ピアノも一応あるんだね。ピアノ、鍵盤のような、鍵盤を押すと単一な音が出る楽器とは違う。うん。演奏者の精神が結構効いてくるんだよね。というか、プレイヤーの技術が。ほとんどそのものは管楽器に比較的近いとも言わなくはない。だが人の声というのが一番近そうだ。そして僕の奏でるその音を先生は高く評価してくれている。それは非常に感覚の的もので、演奏している本人には自覚できるものではない。歌声とかと似てるのかな。クリス、聞いていなかったな。ん？素直でよろしい。ただ授業中に私の話を聞かないのは減点だ。すみません。まあいい。それは後にしてレッスンを始めるとし。曲はいつものでいいのか？演奏パート来るかな。はい、パートナー次第ですけど、今のところこれしか候補がありませんから。まあいい、とりあえず初めから通しで。それでは始め。あ、来るかな。ここは多分新しい曲。
だまだ。これ判定が、あ、本規模のここでわかるんだよね。トーン記号が大きく弾んだら、まあ、グッドとか、パーフェクト。で、あと左のゲージが溜まっていって、一定数以上になると、クリアみたいな。なかなかいい調子だな。この分なら、そんなに心配することなさそうだな。で、確かどっか、演奏、失敗すると、ストーリーが分岐するところもあった気がします。音ゲーだったんですね。あ、そうです。まあそうかもしれませんね。まあ先週まで D もやってて、なんか音ゲーでこのゲームを思い出したんで、雨つながりでもあるし。とはいえ調子には乗らないことだ。相手も決まっていない状態に変わりはない。ただこのゲームは音ゲーよりまあストーリーの方がメインって感じかな。行き着くとこはやっぱりそこですか。相手が見つからなければ卒業もできない。もっともそうなる前に私の方で何とかするな。パートナーを早く見つけましょう。何とかって一応聞いてみてもいいですか。あれ紹介してくれるの。声楽家の子に頼んでこっちで勝手に決めさせてもらう。実力のある生徒を卒業させないわけにはいかないからな。あ、ここでいいヒロインを紹介してくれるのかな。あ、そうですか。気のない返事だな。やる気はあるのか。パートナーを選んでいくストーリーってどこですか。あ、そうだね。トルティニカはどういうの。知り合いだしちょうどいいんじゃないの。トルタは一緒に来てんだっけ。それも含めて考えておきましょう。それより今は練習です。分かった。あまり多くはないが欠点がないわけじゃない。そこを詰めよう。では練習記号エッフェからもう一度。エッフェって何語だろう。コーギル先生が去った後も、演奏後の軽い高揚を抑え抜くために、レッスン室に残っていた。レッスン室は雨の音が聞こえなくて、すごい静か。繰り返された忠告を思い出し、これからのことを考えている。パートナーのことも全く考えてないわけじゃない。ただ興味が持てなかっただけだ。このクリス君は、基本なんか無気力な、主人公ですよね。ピオーバ音楽学院。町の名前をそのまま作られたこの音楽学院は、世界でも有数の設備を誇り、数多くの著名な音楽を輩出している。それなりの伝統もあり、入学も卒業も難しいと言われる。僕は資質を持つ者が少ないフォルテール科だったから、随分緩く入れた。まあ、魔力が使えないと。演奏できないからね。まあそのせいで今苦労しているとも言える。そしてやはりというべきか、この学院では卒業するためにも、それなりの課題が出されることになる。卒業発表がその課題だった。発表にはここの卒業生や国内で活躍する音楽家を集め、審査が行われる。世界観によっては留年もあり得るが、ほとんどの生徒は、自主退学を余儀なくされる。留年許されないんだ。この出来によっては一気に音楽家として成功を約束されることもある。そもそも卒業するための基準が高くもあった。
まあそうじゃないとね。それなのにコーデル先生は僕には卒業するだけの資格が十分にあるという。もっとも卒業するだけだと念をされはしたけど、問題って実際そうですよね。卒業できても演奏家になれる人なんてほとんどいないし。フォルテの発表には2つの決まりがあり、どれだけ技術があったとしてもその基準を満たさない限り合格はありえない。まず発表する曲がオリジナルであること。あ、今のはオリジナル曲だったな。曲の発表は歌との競争でなければならないということ。あ、これがパートナーが必要ってことだね。お互いの卒業試験になるんだ。まあ、声楽科の生徒でなくても構わない。もう一般人でもいいと。あ、ということで、さっきの手紙の幼馴染ももしかしたらっていう感じですよね。あ、でもそういう人はほとんどいない。全く候補がないわけでもない。ただ少しだけ彼女と組むことを躊躇している。理由は自分でもよく分かっていない。これは誰のこと？小さい頃から一緒にいる幼馴染、今でも仲が良い。これはやっぱあるのこと？あ、降りる。あ、幼馴染に会いに行こう。あ、これはあれだ。手紙をくれた子は、ふるさとでパン屋さんをしていて、その、妹だったっけ？双子の姉妹かな？で、防音室の外はやっぱり、雨の音が。今出てきた右側にある第一校舎？どこ？第二校舎？コンサートホール？これ移動する系だっけ？もうすっかり忘れちゃってる。あ、移動は特にない。昼時だけあり。かなりの数の生徒がすでに食堂に集まっている。100人くらいが一度に食事できることの広さの半分くらいがすでに待っていた。でも100人くらいって言うと、1学年100人って、だいぶ少ない感じがする。そんなぐらいなのかな。窓際の席にカバンを置く。適当にずっと注文し、受け取ってから、この席に腰を下ろした。おはよう。あ、ヒロイン。あ、おはよう。あ、取れたね。双子の姉妹。あれ？これ。ん？さっきまで使っていた僕の楽譜を手に持って、フートが目の前で、ひたひたとさせる。これは秘密だった？これって発表の時の曲？一応は。最後まである？あのね、要はすぐに一応っていう癖は。一応ってよく私も言っちゃう気がする。やめろって言うんでしょ。努力はしてるよ。諦めたように取れた笑い。その話題を冗談で締めくぐった。ねえ、見てもいい？あ、歌ってくれるの？あ、楽譜を眺め音を確認しているようだった。
女が最後のページまで目を通したところで、ちょうど僕も食事を終える。結構いい曲ね。ありがとう。一応やることはやってたんだね。何もしてないと思ってたの？でもパートナーまだ決まってないんでしょ？あ、私がパートナーにっていう感じ？じゃあまだまだだね。いくらいい曲があっても、さっきも言われた。そう？それは先生が正しいわね。でもなんだって急に？はい、とも？今週でちょうど12月に入るからね。あと2ヶ月しかないのよ。ああ、もうすぐだよね。パートナーもいきなり言われて困っちゃうよね、多分。言わないよ。はあ、私もお弁当食べちゃおう。どうぞ。こう言って取れたわ。お弁当を机の上に広げた。それで当てはあるの？なきにしもあらずっていうかな。お願いする流れないんだ。何？断定しないでよ。そのくらいわかるよ。いや、本当にないわけじゃないんだって。この顔は結構いいね。このハッとした表情が。口に物を入れて喋らない。もちろん私以外にってことだろ。あ、そこはやっぱそういう認識なんだ。ああ、あれ、あ、いるんだ。本当にそんな人いるの？なんか主人公はあんまり友達すらいなさそうな。いいそこ驚いたような声だね。ちなみに誰？私の知ってる人？あ、いや、あ、こ、さっきのね、フォーデル先生が言ってた誰が紹介してくれるってやつ。あ、そう、自分では何もしてない。文句を言われるのを覚悟して、説明する言葉を探していると、それよりも先にトルタは笑っていった。へえ、なんだ。やることやってたんだ。あ、なんかちょっと勘違いしてくれた？やることって。何？あ、はい。セーブ。この子はちょっと後に攻略したいから、まあ多分まだ分岐はしなくて、まあ好感度が調整するぐらいだと思うんで。そう、よかったね。女の子？どうでもいい気分で投げやりに返事をすると、トルタはよく意味のわからないことを言い出した。一応男の子でもいいのか。それって女の子かって聞いてるの。女の子の方がいいよね。知らないよね。クリスってそういうのに疎いもんね。質問に質問で返されても、それに知らないって決めつけないでよ。それで女の子かな。なんかちょっと怖い。これは、あ、口ごもった。これは口ごもるさ。まあ、知らないからね。姉さんに教えちゃおうかな。やっぱりアルとは付き合ってるって感じなのかな。そういうわけでもないよね。アルは関係ないだろう。
もう分かったよ。白状する気になったってことね。白状か。逃げてみようだね。トルタは不思議そうな顔で首をかしげた。手があるとは言ったけど、実はまだ決まってないんだ。挨拶があったらコーデル先生が適当に生活から連れてきてくれるんだってさ。なんだ、まあ、そういうことでした。結局まだ決まってないってことだよね。あ、ちょっと安心してるね、その子。まあね。で、やっぱりダメじゃない。まあ決まってないようなもんだからね。また他人事みたいに。ある意味そうかもね。結婚がわからないんだよ。もうそんな時期じゃないでしょ。まあ、その時になれば自然にことが進む場合って多いでしょ。でも進まなかったな。まあ、その時に考えるよ。まあどうにかなる自信があったわけじゃない。でも思いつかないものは仕方がない。それじゃあダメ。ため息の後の長い沈黙の後、トルトはようやく笑みを浮かべた。まあいいわ、そういうのもクリスらしいし。僕らしいと言ってトルトが許してくれるのは昔から変わらなかった。僕たち3人の子供の頃からの役割がここまででも変わっていない。僕より数ヶ月後に生まれた双子のさらに妹であるトルタ。同じ年の彼女がそんな風に許してくれるなんていうのは年だけおかしかったかもしれない。ただアルはおっとりとしていたし、僕もあまり気がつく方じゃない。それを補うかのようにトルタはしっかり者だったけど、しっかり者だっただけのことだった。分かってくれてありがとう。それよりもさっき噂とか言ってたけど、何があるの？なんだ、やっぱり知らなかったんじゃない？まあね。え？よくある話だよ。確か卒業発表で一緒に演奏した男女は永遠に結ばれるだったな。なるほど。ありがち。トルタはあまり興味なさそうだね。うん、だって音楽性の合う人って基本的に人間的にも合う人だからね。まあそうなのかな。人間的に合わない人とは音楽もできない気がするね。それに練習のために長い時間一緒にいれば、それだけお互いに好意を持つのも普通のことだし。あー、それはあるのか。あるような気もする。わかんないけど、共通の目的を持って臨んでいるのもあるね。まあ息を合わせたりとか。そうそう、わかりきったことのようにうなずいて、それからトルタは少し微笑んだ。クリスもやっぱり興味ないんだ。僕は未だに相手を決めようともしていないくらいだからね。そのくせ自信ありげに語っちゃうんだ。ん？語るって？恋する男女の心理をよ。あー、半分以上は自分で言ったくせに。同調したクリスの感じ、見合わないよ。音楽性の違いってことで分かれますよね。ああ、それもあるね。人間性あって聞いてて、アエルフェイがなぜあの組み合わせになったのかが気になってしまう。ああ、まあ。チラルキーってそんな感じなの？まあ、結局音楽やってる人って、音楽がもう、人間性の一部みたいな感じでもあるから。
シガだよ。一応僕には彼女がいるんだけどね。あ、やっぱりそういう認識なんだ。A さんは別。幼馴染の女の子とはそのまま付き合ってただけでしょ。付き合ったこともない人に言われたくないね。マウント取ってる。でもゲームの開始時点で一応まあカップル成立しているのは、まあ、ちょっと特殊ですよね。自分の知ってることが全てだと思ってる人に言われたくないよね。そこまで言い合ってそれから二人で見交わして軽く笑った。トルタとある二人の幼馴染とすごく近い距離で暮らしていた時の記憶を僕は未だに鮮明に思い出すことができる。同じ年に生まれた男の子と双子の女の子たちは家が近いせいもあって自然に家族ぐるみのお付き合いをするようになった。今時彼女いる大学生は珍しい。あ、そうなんです。私はあれだね、彼女というか女性が珍しいところにいたから。そもそもね、男の子にはある程度の才能がたまたまあって、双子の妹には歌の才能があった。しかし姉には特に何もなかった。だからそれぞれの両親はずっと妹の方が男の子にふさわしいと思っていた。まあ、トルタの方が。でもいつしか男の子は双子の姉と付き合うようになり、子供たちの間だけでは、それが当然のこととして受け入れられていた。才能があった二人は夢を叶えるために音楽の街へ行き、残された一人は生まれ育った街で彼女なりの夢を追った。この恋人同士を結ぶのが週に一度の手紙であり、やりきれない距離を結ぶ唯一の手段だった。それは、浦和の予感。片方を海に、片方を山に囲まれた町では、それが限界でもある。山をくり抜いた長いトンネルを抜けないと、ここからはどこへも行けない。一番近い町へさえ、船に乗って半日以上の時間をかける必要があった。これが二人の間に空いた距離だった。またも距離恋愛。あ、ごめん。うん、いいよ。とにかく早くパートナーを決めること。いい？わかった。いや、わかってる。本当に？ホットコーデル先生にも言われてるしね。それよりさ、トルタの方はどうなの？トルタも3年生だから意見があるはずだよね。私？相手はもう決まってるの？うん。あ、決まってないんだ。そこまで。その続きは言わない方が自分のためだよ。お互い様じゃない。どういうこと？声楽家はソロでも別に構わないの。そうなんだ。実力のあるコルテール家の人と組んだ方が評価は良くなるから、それを前提に動いてる人も少なくはないけど。ソロで歌うのは実力がもろに出ちゃうからね。あ、でもトルタはソロでやるつもりなの？その方が楽だもん。ああ、そういうのもあるかもね。本当に実力があるなら。それに彼女が次に言う言葉が聞かなくても瞬間的に分かった。それが僕とトルタの今の距離だった。え、どういうこと？アルが言うからと？どっかの誰かさんが本当にあぶれた時に一人くらい候補がいた方がいいでしょ。そういうこと。でもだからといって探さないのはダメだからね。
がってる。恋人よりもある意味では近い存在だからこそ、無理にでも距離を取らなくてはいけないのかもしれない。ああまあ恋人は遠くにいるけど、その双子の妹がすぐ身近にいるっていう、しかも幼馴染だから、こうあんまり近づきすぎないようにしてたのかな。性格差だけ選択の自由があるなんてちょっと不公平だと思わない？思わない。だってフォルテールを弾ける才能があるだけで学院の生徒の中でも特別扱いじゃない。こっちがそれを望んでるわけじゃないよ。それに特別かもしれないけど努力したわけじゃない。たまたま生まれついただけのことだろ。そのたまたまがこの場合重要なのよ。お菓子だけだよ。クリスの場合謙遜じゃなくて本当にそう思ってるのがすごいと思うよ。やっぱり基本的にクリスはなんかやる気がないですよね。いないからね。どっち？好きな方に取れば。いや褒められてないんだろうね。じゃあそうしとこっか。否定的に取るところがクリスらしいといえばらしいね。あれすぎたな。何と心地よさを感じた。それを戒めるために深いため息をつかないときはならなかった。なんでフォルテールかは性格化と組まなきゃいけないんだろう。人の声がフォルテールと一番合うからに決まってるでしょ。あー、そういう特徴が。気がするって授業で習ったじゃない。この辺が多分前作の世界からだいぶ時代が進んだっていう感じなのかな。もう魔法はされちゃったけど、それがわずかに残ってる世界って感じかな。1年生の時のね、フォルテールの歴史の講義だね。僕がその授業を受けていない可能性を。一周ではないの？ないわよ。じゃあ聞くけど、あなたの学科は何ですか？フォルテールか。これだから才能だけで世を渡っていける人はいいわよね。フォルテールかの全員をバカにしたな。違う。筆記はいつも最悪なのに実技だけで評価されてるクリス君だけに言ったのよ。まあそういう人もいますよね。はいはい。いい？今度はちゃんと聞くのよ。フォルテールの音は良くも悪くも個人の資質に左右されるの。個性って言っても構わない。人それぞれに違う声が与えられているように、フォルテールも人によってその音色を変えるの。そして奏者のその時の心情や感情に左右されやすい特質になってる。楽器の中でも特に音に感情を込めることができるから、詩を伴うことによって同じくらいの感情を表現できる。歌との相性がいいの。わかった？わかった。歌の話している内容については大体理解ができた。でも、それはフォルテール化だけが声楽化と組まなくちゃいけない理由じゃないよね。声楽化をソロでもいいなんてやっぱり不公平じゃない？そういう意味か。わざわざ説明してくれたけど、見当外れな答えだったってこと。しかも、バカにするようにね。そりゃバカにもするわよ。え、そうなの？なんで？ちょっと考えればわかるはずなのに。フォルテール科の生徒の絶対数が少ないからに決まってるでしょ。声楽科はその倍もいるんだ。ああ、それは大変だ。確かに。お分かりになりましたか？はい。結構単純な理由だった。
きちんと納得できたところで分かってるよね。うん、分かってる。ちゃんと探すよ。ユクタはまあ選び放題なんじゃない？よろし。あ、もしよかったら一緒に探してあげようか。知り合いなら私からも頼んであげられるし。僕と同じようにトルタも午前中にゲスを置いていた。いつもならここで一緒に食事をしてから別れるか、やるんだけど、あ？あー、これ。どうやってストーリーが進んだか、全然覚えてないけど。一応頼んでみるか。それならお願いしようかな。うん、じゃあいろいろ回ってみよっか。こまめなセーブ大事ですね。そうだね。クリスにないのはよくわかってるわよ。とにかくついてきて。あ、わかった。まずは国道を出て、そのまま練習室のならブローカーまで連れてこられる。まあ、みんな閉まってるよね。禁止楽器に触れていないと、一家分技術が後退する。まあ、よく言うこと。ゲームオーバーはないけど、バッドエンドはあったような気がする。もちろん学院は土日にも開放されてるから、与えられた週に他の休みを遊びに費やす生徒はほとんどいない。あ、なんかね、覚えてるのは、その卒業試験の演奏をゲームパートでやるんだけど、そこで失敗するとバッドエンドになった気がする。あとはストーリー分岐で普通にバッドエンドもあったような気がする。授業のない土日はそれこそ朝から熱心な生徒たちが練習室を賑わす。これ、このゲーム結構長いんで、ね、多分毎週末にやっていく感じで相当長くなると思います。今日最後まで配信でやりたいな。そっか、家で楽器弾けない人は練習してやるしかないんだね。思いっきり歌いはしないけど、私の気分も相まってある程度は許されるところもある。音楽の街だからね。ああ、管楽器でもミュート取り付けてもそれなりにうるさいけど、ピアノとかほどではない。うん、ピアノを筆頭に弦楽器はその点融通が効かない。あー、なんか音大とか練習室は取り合いになるって聞いたことはある。トルタは結構練習熱心なんだね。ただ見習って自分を変えようという気持ちが起きないのは個人の資質の差だろうか。こんなとこにどうするの？ん？ああ、知り合いに声をかけてみようかと思って。あ、誰か紹介してくれる？声をかけるってどうやって？あの、知らない人だから。知らない人。待っててね。あ、お友達を紹介してくれるのかな。あ、男子生徒。こんにちは。ね、あ、なるほど。女の子は紹介しないよと。
そうか、人気ありそうだもんね。それなんだけど、わらわら、ソルタに誘われたと思ったら、幼馴染のパートナーをやってくれて、それはがっかりだろうね。ここで自己紹介でもしなくちゃいけないのは分かっている。でもどうしてもそうする気が起きずに軽く頭を下げただけだった。クリス？これは気まずい。つまりね、この男子生徒は絶対勘違いしたんだろう。クリス、まあ断られるでしょう。まあ、クリス君も態度が良くない。わざと？わざとじゃない。あの人に言ってんのに自己紹介すらしないっていうのはひどい。お願いしてるということはもちろん理解してる。でもそうすることが僕の望みだとは到底思えなかったし、いい気分でもなかったのは事実だった。もう本当に不愛想なんだから。そんなんだから友達ほとんどいないのよ。ほとんどっていうか、そのポルタ以外に話せる人がいるんだろうか。あ、そうだね。否定もちろんしない。それは勝手に友人という人物なんで、ソルタを入れたとしても形の指で足りるほどだった。でもまあ、いるにはいるんだ。この現状に特に不満はなかった。次行くけど、今度は愛想よくしてるのよ。いや、ちょっと待って。どうしたの？いくらなんでも他にやり方があるんじゃない？確かに5人友達いれば結構十分な気がする。そうね、練習してるところに行くと邪魔しちゃうもんね。でも快く話してくれたじゃない。クリスがそんな仏教面してなければひょっとしたら受けてくれたかもしれなかったよ。それはソルタが言ったからでしょう。いや、ないだろうね。でも多分本当だった。普通に半分以上が態度のせいだとしても、残りの少ない部分で僕という人間自体があまり人に好かれる資質ではないのが理由に挙げられるだろう。別に彼に限ったことではない。学院の気質が僕のような生徒を受け入れないだけだった。そういうこと？まあ、みんな一生懸命やってるからやる気のない人とかは相手にされない。めっちゃ優秀な人か、もう落ちぶれてる人しか。ああ、僕は前者だと思ってるけど、ポルテールを引くこともできる特殊な才能、魔力のせいで後者に思われがちだ。意外とその生徒も妬むだけならまだいいのだろう。天才っぽく思われてるのかな。でも僕はそれを有効に使おうとしていない。だから鼻持ちならないと思われているという噂は、コーデル先生やポルタからもよく聞かされている。どうするに肌に合わないんだろう。孤高の天才みたいな、そういう印象を持たれてるってこと？まあ仕方ないといえば仕方ないか。まあ、トルタも分かっている通りね。その辺のことはよく分かっているはずなのに、なぜトルタはこんなことをしているんだろう。でももう少し探してみよう。候補がいなくちゃ話にならないし、ダメでもともとだと思ってさ。ああ、僕のためだ。
かった。はい、じゃあ笑顔作って。はい、笑顔。これは無理。やる気ないなぁ。あるよ。一応はね。今痛いし。あ、ダメだった。お疲れ様。また他人事みたいに。食堂の机にすっと処理していた体を起こして、ソルタは目の前のカップを引き寄せた。そろそろ行くな。いや、まだだろうね。暑いよ。猫舌？大丈夫だよ。言ってよね。僕はちゃんと言ってよね。見てる、こっちも暑いよ。ここはそんなに寒くないんだから。好きなんだからいいでしょ。猫舌のくせに。んーだ。ある程度冷めたのか、再び嬉しそうに笑みを浮かべ、トヨタはカップを口元へと運んだ。昔から好きだよね、それ。あ、コーヒーとかじゃないな。チョコレートを温めただけの飲み物を、トルタは美味しそうに飲んでいる。これはでも火傷しそう。チョコラータカルラ。本当にただそれだけの飲み物だった。これはなんか、あるのかな、実際に。似たようなのありそうだけど。チョコレートこんなカップいっぱいに溶かして飲んだら、さすがに胃もたれしそう。あったかくて甘くて最高じゃない。いくら冬って言ったってこっちは全然寒くないのに。言葉に出したことで、春の手紙を読んでいる時のように、遠くにある故郷の町を強く思い出した。故郷は寒いのかな。北の国で、南方で僕たちは生まれ、今は南で生活をしている。気候も気温もそれなりの差があって、同じ冬でもこっちはだいぶ暖かい。好きなんだからいいでしょ。フーンの中でチョコレートをかき混ぜながら、トルタは嬉しそうな顔を崩そうとはしない。いいけどさ、もう暑いって言わないでね。そんなに言ってないもん。はいはい、それでいいよ。まあ、上機嫌なうちに話を終わらせておくのがいいだろう。今日のことを謝罪の意味のことね。改めてトルタに話しかける。あ、結局誰も見つからなかったんだ。今日はありがとう。これでいいよ。ごちそうさま。カップを傾けて、もう一度美味しそうにトルタはすすった。本当にそれだけでいいの？随分安くついて助かってるけど。好きだもん。それに結局見つからなかったしね。ちょっと嬉しそう。それもそうなるだろうと思ってたよ。あー、ひどい。私の案がダメだって言うの？僕はやっぱり本当は自分がパートナーになりたい感じだよね。本当はあまり違わないけど、でもちょっとだけ気になったんだけど。あ、ほら、どうして男子生徒にしか頼まなかったの？僕がそっとれたの、そういったところを心配するなんてちょっと差し出がましいかもしれない。普通の女の子を紹介してくれるかと思ったけど、仲の良い友達に男子生徒が多いだけなら別に構わないんだけどね。それも気になる。
と軽口を言ってみたが、そうだとしたら、そうだよね。そうだとしたらあまりいい気分でもない。トルタはちょうど飲み終わったカップを机の上に置いて僕と向き合った。どうしてそんなこと聞くの？それは無意識でやってんの？気になったから。もう一つ、最後の方の第一生徒はトルタの名前すら知らなかった。気持ち？そうじゃないんだよな。あー、まあそういうことにしといて。認めちゃうんだ。半分の1くらいはね。変に具体的だね。半分とかじゃないの？あー、幼馴染のやきもちと友人としての交友関係の器具。それで2つだね。あと一つ、最後の方ってトルちゃんも知らない生徒じゃなかった？ああ、うん。一年の頃一緒の講義を受けてたとか、どこかで見たことある顔だなとか思って。よくそういう人にいきなり頼めるね。ひょっとして女の子の友達いないの？いないんじゃなくて、あえて紹介してない。っていうわけではない。かなり失礼な。その質問に取れたらはじめ、何を言われたのかわからないみたいだった。それが時間とともに少しずつ理解できてきたようだ。そんなわけないでしょ、クリスト。あ、僕とは違うからそうとは思うけど。自分で言わないの。取れたか言おうとしたんだろう。それでもダメ。はいはい、つけて。何か理由はあったの？研修室にいなかっただけ？あのね、女の子とクリスを組ませるわけにはいかないでしょ。それは？なんで？そして？噂。ああ、お姉さんの。お姉さんがいるからってこと？に言ってたあれのことを信じてなかったんじゃない？そりゃ信じてないけどさ。じゃあなんで？焼き餅が10分の1くらい。もう、あとの10分の9は？結構少ないね。それも、幼馴染としてのだからね。え、残りは？信じてなくても嫌なことってあるでしょ？あんまりない気もするけど。そっかな。ね、クリスって神様は信じる？え、いきなり何？いいから。え、これは。ているで、トルタの好感度が上がる？一旦信じてないで。本当の意味では信じてないと思う。でもそれがどうかした？うん。でもさ、教会の壁にいたずら書きとか悪いことをしようと思う人ってほとんどいないと思わない？それはそうかもね。信じてなくても、できれば噂とは無縁な位置にいてほしいってね。まあ、いたずら書きは、やめましょう。それは残りの10分の9にする。少しだけ無理がありそうだ。なぜ無縁な位置にいてほしいか。まあ、分からなくはないね。そういうこと。それにしても神様か。でもね、私だって全然信じていないわけじゃないんだよ。あ、それは僕も同じ。だから教会に祈りに行ったりもするし。
本当の意味ではってさっき言ってたもんね。信仰やその教義が道徳となって人がより良い方向に行動しているのなら、確かに神様は存在して人々の生活に介入していると言えなくもない。何それ、何かの本の受け売り？いや、誰かさんの受け売り。これはある、言いそうね。うん、そうっぽいね。そういった友人の顔を思い浮かべる、思い描いてる。ん？あるではない。友人って言ってるもんね、彼女じゃなくて。フルトが少し伏し目がちに小さな声で囁いた。でもさ、ん？もし神様がいるなら、いるなら、この世界で起こってる嫌なこと全部なくなるかもしれないのにって思っただけ。なんかいきなり何を言うのかと思ったら、クリスはそう思わない？思わなくはない。でもそれは無理だよ。わかってる。ならいいなって思っただけ。らしくないね。らしい？そうね。らしくないね。それから気持ちを切りたいのか、切り替えたのか、フルタは立ち上がって体のカップを手に持った。あの、見終わったの。じゃあそろそろ帰ろう。そうだね。相変わらず、窓の外は雨で。それでも暗かった。もう5時だからね。おかえり。遅かったけど何かあったの？部屋の奥からフォーニーの返事が聞こえる。ん？あ、まあね。カバンを部屋に投げ入れ、玄関に置いてあるタオルを手に取って髪を拭く。また雨？いつも通りね。飽きないわね。飽きない？まったくだね。窓から見える空に向かって軽く手を突く。そして洗濯物を入れてあるカゴにタオルを突っ込み、ようやく部屋に入った。洗濯大変じゃない？干せないし。それで、どうしてこんなに遅かったの？パートナー探しの件でトルタと一緒にね。へえ、それで見つかった？残念ながら、全然ダメだった。探し方もあまり良くなかったし。探し方？いきなり教えて、この人のパートナーになってください。乾燥機必須。確かに。でも乾燥機あるかな、この世界に。何それ、教えるって。防音室のドアをノックして向こうが気づいたら教える。そのままでいいんだよ。ということは、トルタの案だね。あ、バレてる。この通り、結果は分かってるね。それはね。でもさ、トルタらしいね。トルタのことは知ってるんだ。まあ、話はしてるからさ。トルタはしっかりしてるんだけど、それに少し抜けているところがある。トルタにはそれほど多くないけど、トルタに会ったことはあった。あ、そうなんだ。あ、家に来たことがある。うん、よく話はしていたから。それ以上に本人なりのイメージは固まっているんだろう。でもさ、クリスを思ってのことなんだから感謝しなくちゃね。うん、知ってるよ。本人にとってトルタがどういう存在なのかはわからないけど、好感を抱いているのは確かだった。それはクリスが好感を抱いているからでしょう。同じくらい話に出てくるアルのことも同じように思っているらしい。それで、他にはどんなことがあったの？他には？あ、コーデル先生にも。
早く探せって言われたよ。これで知り合いほとんどに言われたってことになるね。やっぱ友達少ないんだ。知り合いって言っても少ないからね。ちょっと、それって言い訳のつもり？様子のつもりだけど？もう、情けない。友達少ないって自分で言ってるようなもんじゃない。まあ、事実だからね。自覚なしか。自覚はしてるって、別にそれでも構わないって思ってるだけ。情けないっていう自覚のことよ。それでも満足してるよ。はあ、それが問題かもね。いつものように頬には飽きられた顔を作って、それから話の続きを狙った。こうしてその日に起こったことを頬に話すのはもはや日課だった。あまり外に出たがらない彼女が、それでも外の話を聞きたがるせいだった。妖精という存在は曖昧で、3年近く一緒にいる僕でさえよくは分かっていない。やっぱ魔法というか魔力があるから主人公そういう妖精も見えるってこと。物に触れることはできるけど、髪には塗れない。何かを食べるわけではなく、二人知らずに歌を歌ったり、空に浮かんではいるけど空は飛べず、消えたり現れたりも自由自在だ。物理法則を無視しているくせに高いところには行けないからって僕の手を煩わせることも多くあった。でも毎朝僕が出かけた後に玄関に頼を置くのは、いつもいつの間にか決まったフォージの仕事だった。要するに、フォーニーのことを理論的に考えることは不可能だった。彼女がそういう存在であることを受け入れさえすれば、それはそれで楽しくもある。歴史の教科書のような大昔、人々は魔法という一つの文明を失った。いつしか科学という分野がそれにとって変わり、長い年月をかけて空難に進歩を続けてはいる。それでも世界にはまだよく分かってないことがたくさんある。そのうちの一つに、陽気で歌のうまい妖精がいただけってことは、世界の曖昧な境界線については考えるだけ無駄だ。今ではそう考えるようになっていた。そうしていつものように、今日の出来事をフォーニーに話してやった。あんまり実りのない一日だったね。確かに。でも退屈そうには見えない。嬉しそうな笑顔で言う。うちではそう言っていても、外の話を聞くのは楽しいらしい。まあね、じゃあ晩ご飯でも作るかな。今日は何？適当に。いつものように簡単なものを食べ、日が終わる。そして窓の当たる雨の音を聞きながら、いつものように眠りについた。あと一日が終わる。11月29日まだ、他のヒロインは出てこないかな。ちょっと今日はあれだな。全員出てくるとこまでやりたい。ので、もうしばらくお付き合いください。あ、雨の音が揚げ物。雨の音が揚げ物してる音に聞こえる。今日の朝ごはんは揚げ物なのか。ちょっと一旦、席を外して、すぐ戻ってきます。確かに。
19年前のゲームか。すいません、お待たせしました。一応あれなんだよね、私が最初に昔プレイした時、最初にクリアしたのがあのヒロイン、多分おかえりん、多分この子っていうのを覚えてるんだけど、この子が出てくるとこまではやりたいな。もしかしたら選択肢を間違えてるかもしれない。もしかしたら今日会えるかもしれない。それじゃあ行ってきます。はい、行ってらっしゃい。わらわら、薄暗い空を見上げ、落ちてくる雨の粒を体で受け止める。どうも雨、今日は新しい出会いが。さて、今日も初めから通すか。では、はじめ。午前の練習を終え、僕の方は昼食も食べ終わった。トルタが来るのかな。そんなことを考えていると、まだお弁当を食べている途中のトルタが僕に尋ねた。それで今日はどうするの？昨日と同じかな。フルタは男子生徒しか紹介してくれない。またやる気のない返事しちゃって。そんなんだから見つからないんだよ。分かってるよ。今日も付き合ってあげようか。遠慮しておくよ。それに今日は火曜日でしょ。あ、なんかある。そうだけど、クリスがそんなんだから心配しちゃうんじゃない。この子は心配はしてくれてるけど、見つかってほしくもないって思ってるよね、絶対。トヨタはいつも火曜日と木曜日は用事があるからといって早めに帰るのが習慣になっていた。何をしていたかは知らないけど、別に僕も毎日何をしているかトヨタに報告しているわけでもないし、行くこともなかった。その理由は、今まで以上にトルタに干渉してしまうことが怖かったから。ん？昨日突然気がついてしまったことだけど、多分間違いではないだろう。まあ幼馴染だけど、あんまり踏み込みすぎない方がいいって思ってるの。今もなるべく言葉を聞かないように言葉を選んでいる。こっちは大丈夫。普段に迷惑ばっかかけているじゃないからね。まあいいけどね。そう言ってトルトは残っていたサンドイッチを一気に食べ、そそくさと帰っていた。それを見送ってこれからどうするかを考える。さて、どうしようか。あ、これ練習室、エナーコビン。練習室はトルタ？どこだったかな？確か、ここに行くと、私が昔、最初にクリアした子に会える気がする。旧校舎。旧校舎にもレッスン室がある？とてもなく授業の終わった講義室や、ドアの開いた練習室を覗く。行き交う生徒たちの中には、見知った顔もあるにはあった。でも、ここで、見知っているだけという関係の意味をより強く知ることになる。
ある生徒は視線を合わせ、丸く頭を下げてそのまま通り過ぎた。もう今日はこれ以上晒すのはやめようと考えながら、それとも雨の中を歩いている。雨に濡れるのはもちろん好きではない。こんだけ降ってたら、相当びしょびしょになる。ただの脱水的の冷たさ、雨が目に入って歪んだ光景を、心の底から嫌いになることもなかった。そのまま学院を出るのも気がしてて、気がつけば見られない場所まで歩いてきたらしい。完成とした空間がここには広がっていた。でも相変わらず雨の音が。校舎と校門をつなぐ並木に力風で、うっそうと茂る木々の細い道を進むと、そこには旧校舎がある。いつから音楽家を輩出した費用バラケンは、年月の流れとともに次第にその名声を高めていった。それに連れて生徒数も増え、世間の充実が図られるようになったと、もともとあった校舎は手狭になってくる。そして国と多くの技術からの援助をもとに、今の第一校舎と第二校舎、そしてコンサートホールが立ち上げた。なるほどね。まあ、音楽やるってなると、そういう貴族の規則とかは多いだろうね。で、黙々の校舎も残されている。そしても定期的な清掃が行われたり、実習も兼ねて、生徒の手によるピアノの調律が行われているだけで、目をしているとは言い難い。アーシノ。入学してすぐにアーシノと面白半分で一人だったろうか。アーシノってのは、男友達？片手で数えられる友達の一人かな。で、ここがその旧校舎。その時、雨音の中にうっすらと歌声が聞こえてきた。生徒の誰かが歌ってるんだよ。普段なら無視してしまうような些細なことだったけど、さっき湧いた突然の興味と、歌のパートナーを探しているという事情もあり、歩く中を覗いてみることにする。あ、聞こえてくる歌を覗けば、周りはシーンとして、声のする場所を探すのは難しくなかった。やっぱ、ここで出会いましたよね。ほんのり開いた扉の隙間から、歌とともに明かりが漏れている。どんな明日が来ても、あ、彼女は歌っていた。教室に溢れる歌声を身に任せ、誰にも知られることなく、僕は、声楽については専門とは言えなかったけど、彼女の手には確かに惹かれるものがあった。教室の隅に、まるでそこ、感想もなく、ただ自分の声だけを頼りに歌う彼女に、興味が湧く。指や自然に、診断を叩くように動き、頭の中で自分のボルテールと彼女の声が混ざった音楽を想像した。曲が歌い終わる頃には、フレーズのほとんどが頭に入り、いつでも弾けるような気さえする。すごいこれ初めて、多分この子の曲を聴いて、伴奏を想像して、歌のために作られた曲だろうか。ボルテールの演奏は控えめで構わないだろう。
そんなことを考えながら、ドアに寄りかかって見ていると、再び歌い出そうとした彼女が急に振り返ってこちらを見た。誰？あ、いや、ごめんなさい。不意に現れた来訪者に彼女は驚いたのか。身をこわばらせて、そのまま動かなかった。邪魔するつもりはなかったんですけど、ドアが開いていたから、ごめんなさい。覗いていたことを僕が軽く取材しても、彼女は一向に答えを返そうとはしない。盗み見るような形になったことはそれなりに悪いとは思っていた。でも誰かが通る可能性のある場所で歌っていることや、最初から開いていたドアのことを考えると、それほどこちらに火があるわけでもない。どうかしましたか？彼女は少し怯えているように見える。年下の子っぽいしね。しかも避難するような姿勢だけは、いつまでも続いていた。なんだかこっちが本当に悪いような気がしてくる。この子を立ち去ろうか、ドアの前から身を引くとそれを待っていたのか。近くに置いてあるカバンをひったくるようにして、僕とドアの隙間から外に出ようとする。失礼します。あ、名前を知りたい。うわ。手を遊びにうつむきながら走ろうとしたため、同じく避けようとした僕とぶつかってしまう。開きっぱなしだったカバンから、教科書や楽譜がこぼれ落ち、その横で彼女は尻餅をついていた。あ、大丈夫ですか？自分が悪いとは思えなかったけど、その原因が僕にはないとも言い切れない。半分くらいは本心からそんな言葉をかける。手を貸しましょうか。でも彼女は上目遣いにこちらを見上げ何も言わない。ちょっと怖がられてる。その瞳にはうっすらと涙さえ浮かんでいた。それで歌声が聞こえてちょっと寄ってみただけです。優しく話しかけ、床に広がった楽譜を開き上げて彼女の前に差し出す。邪魔だったらすぐに行けますから。はい、これ。彼女は楽譜を呆然と見つめているだけで手に取ろうとはしない。この楽譜を足元に楽譜を置いてそのまま立ち去ることも考える。なんかそれではあまりにも薄情すぎるような気がした。じゃあここに置いておきますね。歌のことを聞きたい気持ちもあったけど、こうも避けられていたまともに話ができない。とはいえ、ここはこれ以上何もしないで立ち去った方がいいだろう。せっかく出会いであるの。ありがとうございます。ようやく彼女は差し出されたままだった楽譜を、その小さく広い手でおつっと受け取った。その手がかすかに震えている。気にしないでください。勝手に入ってきた僕が悪いんですから。本当にただ驚いているだけなのか。原因が他にもありそうにも思えた。ただそれを追求することはできそうになかったし、これ以上ここにはいない方が彼女のためにもいいだろう。歌うまかったですよ。無断で聞かせてもらった感想ですけどね。それじゃあ失礼します。仕上がり
手についたおこりをおぞおぞと払っている彼女に軽い会釈をして扉に手を振ってる。背後からかけられたその声に振り返る。彼女はまだうつむくように僕から顔をそらしたままだったけど、何か言いたげに口を持っていた。このままでは埒が明かないので血を流すように優しい声をかけた。どうかしましたか？変な歌を聞かせてしまって。ああ、あまり自信がないのか。まるで言い訳をするように血を流しながら彼女はそう言った。変？どこも変じゃなかったと思うけど、さっきの関係はお世辞でも何でもないですよ。ごめんなさい。彼女はまたうつむいてそうやのった。謝る必要性なんてどこにもないはずなのに。ごめんなさいって何がですか？そしてまた黙り込む。一体どう接すればいいんだろう。一応彼女の方から話しかけてくれたということは、今すぐ出て行ってほしいというわけではなさそうだ。それ以上話をする必要があるのかどうかで言えば、多分ないだろう。でも彼女の態度が少しだけ気にかかる。決して似ているわけではなかったけど、その態度がちょっとだけ小さかった頃のアリエッタを思い出せた。その頃のアルは一人だけ、音楽の才能がないと自分を卑下し、自分が悪いんだからとすぐに謝っていたって、その後も結構自分の歌に自信がなくてここで歌っていたっていう、そういう感じかな。もちろんずいぶん前の話で、あるは自信を持てるものを見つけていたから、もうそんなことはない。とにかく彼女のその態度にこのまま立ち去ることができなくなっていた。リボンの色から彼女が1年生だということは分かったから、少し口調を崩してもう一度話しかける。今やっと気づいたのね。どうしてこんなところで練習したの？高校舎の練習室は？私、あまり人混みが。それならここは静かでちょうどいいかもしれないね。低学なら場所を選ばなくていいしね。まだ少しぎこちないけど、案外普通に答えてくれて少し安心する。あなたは？あ、そう、クリスは？ごめんなさい、何でもありません。二人の間に沈黙が流れる。どうやらすぐに謝ってしまうのが癖らしい。そんなに謝らないでいいから。何？どうしてここに？いや、意味はないんだ。偶然通りかかって歌が聞こえたから。そうですか。少なくともここに来て練習をしようなんて不祥な考えはなかったかな。冗談のつもりでいたのに普通に流されてしまう。僕の話を聞いているのかいないのか、それすらも怪しくなってきた。これからはしっかりと扉を閉めておいた方がいいよ。また僕みたいに歌声に惹かれる人がいないとも限らないから。それに中含めた言葉を残してその場を立ち去ろうと、最後からまた彼女の謝る声が聞こえた。謝ってる。だから謝るのは、はい、怒ってしまいそうになるのを抑える。音楽教室の先生が優しく取りなすのも聞かず、ただ謝っていた。記憶の中のあるの姿に重なった。そしてどうしてもこの場を立ち去ることができなくなる。多分今の彼女にとっては結果以外の何者でもないように感じられるだろう。
でも僕の言葉で何かが変えられるのは少なくとも萩江さんは変わることができた。ただどうやら話は変える必要がありそうだ。そのまま帰る気は少なくともなくなっていた。もっと明確に彼女が嫌そうな顔をしない限りは。そういえば性格からの、次は話題をもっと無難なものに変えてみる。初めて出会った生徒に社交辞令のようなものだ。え？性格でしょ。いきなり話題が変わったから変に思ったのだろうか。いや、綺麗な声で歌ってたから違うの？あ、いえ、1年です。あ、そうだよね。あ、1年生ってことはさっき歌っていたのは課題曲か何かかな。いえ、違います。有名な曲？いえ、でもいい曲だね。きっと歌うのが好きな人が作ったんだろうね。え、この曲好きなんだね。ずいぶん歌い込んでるみたいだから近くに楽譜も見当たらない。あ、さっきのじゃあ割った楽譜とは違ったんだ。好きな曲を褒められれば誰でも嬉しいものだ。もちろんそんな計算も少しはあった。でも純粋に綺麗な曲だとも思っている。あ、はい。ようやく名前も知らない彼女は笑顔らしき表情を浮かべた。僕はクリス・ベルテイン。ボルテール科の3年生なんだけど、よかったら今の曲合わせてみない？彼女のその顔に安心して、そう声をかけてみる。ひょっとしたらという気持ちもあったんだけど、彼女は驚いたような小腕が固まったまま、しばらく何も答えなかった。何かまずいことでも言ってしまったんだろうか。いや、無理なら別にいいんだ。ちょっと思いついただけだから。取り繕うようにそう言うと、彼女はまた沈んだ顔で互いのことを口にした。ごめんなさい、あの、帰ります。あ、ダメだった、やれちゃった。またここに来る？彼女は振り返って立ち止まった。いえ、もう来てくれ。そっか、邪魔してごめんね。あの、ん？リセ、名前？だけ言って彼女はその場を去っていた。ご紹介をした僕に要は名前を教えてくれたってことなんだろうか。それほど怒っているようには見えなかったし、もう来ないとは言っていたけど、もう一度くらいはここに来てみてもいいかなとは思った。帰る保証はないし、歓迎されないかもしれない。でもここに来ればまた会えるような気がした。いらない上級生にいきなり話しかけられても、ビビっちゃうよね。あ、雨が。おかえり。今日も帰りが遅かったね。やっぱり練習してたの？あ、この時間まで？練習してたの？結局、フォルテールには触れなかった。でも代わりに、いい曲も聴いたし、それほど無駄な時間ではなかったと思う。ねえねえ、今日は何があったの？ちょっと変わったことがあったよ。
変わったこと？何何？本日のいつもの触れ合いが終わり、また一日が終わった。11月30日。もう一日ぐらいいけるかな？今日はこれからどうするの？取れた。これからはそういかないらしい。パートナーもまだ決まってないような状態だし、適当に探してみるよ。そっか。じゃあ頑張ってね。うん、ありがとう。さあ、どうしようか。ああ。異性は、ここにはいないか。多分どっかでもう一人のヒロインがいる気がしたんだけど、編集室かな。あ、そっか、練習室。自分の練習。あまり焦ってもいい結果が出るとも思えない。曲の練習をする？あ、ここで演奏パートが入る？あ、演奏パートが入るんだ。こんなんだったっけ？Thank you.
ひみりさん、いらっしゃい。こんなもんかな。最後まで曲を聴きよい。しばらくして練習室に本来の静けさが戻る。今日はなかなか調子も良かった。これならあまり心配することもないだろう。残りはアーカイブで見ますね。おやすみなさいませ。あ、おやすみなさい。スマパさん、遅くまでありがとうございました。なさい。さて、もうこの演奏って意味があったのかな。行動を一回承知しちゃったかな。あんまり覚えてないけど。あ、なんか、ミスったかな。あ、でも、ストーリーが進みそう。町の西側が新市街、東側が旧市街と呼ばれる区界と、区となっていて、その通りは両方のちょうど真ん中にあたりを、真ん中あたりを縦断している。僕が住むアパートは家賃も安く、一般の市民が多く住む旧市街にある。一方、新市街は、この町が音楽の町となって以来、その名声を望む貴族たちが、多く移り住んできたために、比較的新しく、大きな屋敷の立ち並ぶ区画だ。すごい、アーケードで、屋根があるよね、ここ。この大通りを東に抜けると、そこはもう慣れ親しんだ、旧市街だ。あ、おかえり。今日は早かったね。まあね。特にやることなかった今日の一日を。あ、これ。失敗したかな。あれか。これは。多分、期日までになんか行動を済ませないといけないって感じだったっけ。何？これからどうするの？どうするって、まだ始めたばかりだし、焦らずに探してみるよ。もう、少しは焦りなさいよ。それなりに候補は見つかってるんだって。さっき無理さったね。本当に？それならいいんだけどさ。本当？だからそんなに気にしないで。うん、わかった。じゃあ私は今日は帰るけど。まあ、また明日。さて、どうしようか。あ、まあ順番に行ってないところに行けばいいか。レッスン室？え、なるほど。でも、ここはトルタでしょ？ここはもう一人？ポシェーブいくつできるの？あ、100個できる。あ、マーシノに相談するために。っていうのは貴族の人だけ、友達なのかな。え、レッスン室に。ん？
マーシュの声を確認し、楽譜を閉じて顔を上げる。クリスか、どうかしたのか。あ、ちゃんと友達がいてよかった。まあね。珍しいな。とはいえ、俺を待ってたわけでもないんだろ。コーデル先生ならまだ中だ。いや、マーシュのを待ってたんだよ。それは本当に珍しいな。え、まさか彼がパートナーに。唯一の僕の友人だった。とはいえ四六時中そばにいることもないし、その必要性も感じなかった。用があればいつでも会うけど、ない時は一週間以上会わないこともある。大学とかだったらそんな感じだよね。もちろん用がない時でも偶然会えば食事に行ったりもする。さあどうでしょう。監視のルートがあったかどうかは私もよく覚えてない。ただ今日は偶然でもなかった。とお願いしたいことがあってね。俺にか。分かった。長くなるんだったらどこか落ち着ける場所にでも行くか。監視のが誰かいい人紹介してくれる。もしもし。あ、先生。あ、先生。どうも。パートナーの相談か。あのところです。なんだ、クリスもまだ決まってなかったのか。あ、アーシノもなんだ。どちらもまだだな。だんだんと先生がそう言った。とはいえ俺の方は一応候補がいるんでね。こいつと一緒にしないでくださいよ。そうなんだ。そっちだけじゃないよ。あ、クリスもいるしね。トルティニタだろ。あ、トルタ。もちろん悪くはない。私から言わせれば二人とも変わらない。それはそうですけど。分かってます。だからアーシノに相談しようと思ったんですが、彼までそんな状態じゃ対応できそうにないですね。決めつけるなって。とにかく見つけようとしている意思だけは組んでおこう。クリスだけですか。アーシノの場合候補の名前も聞いていないからね。決まったら言いますよ。ああ本当に。だから心配はしていない。僕は心配なんですか。ああ普段からあまり浮かべない意味を浮かべ、先生は軽やかにうなじいた。よかったなクリス。うるさい。とにかく肉を言った足のを睨んでると、先生がそれをたしなめるように声を張り上げた。何もしないよりは何かをしていた方がいい。言い訳にもなる。先生に対してですか。自分に対してですか。自分に対してもだね。次のレッスンに備えるためか、コーデル先生は挨拶代わりに軽く微笑み、職員用の部屋にある棒を歩いていた。というわけで。俺もお前のことが心配だから付き合ってやることにするよ。相談に乗ってくれる。はいはい、よろしく頼むよ。コーデル先生に言われてのもあって断るわけにはいかない。いかなかった。まあ、お願いしに来たからね。じゃあとりあえず行こうか。どこに。妥当なところでチェナークロだろうな。ここしかないんじゃない。だからだよ。分かりきったことのように、アーシノはそう言って、第二校舎の方向へ向かって歩き出す。それもそうか。これは、部屋の
チェンバロっぽいけど。2年生はまだ普通に授業がある時間だったから。多分3年生で間違いないだろう。あら、アーシノ、どうしたの？ちょっとね。ところで君は声楽家だったっけ？何言ってるのよ。ピアノ科に決まってるでしょ。忘れちゃったの？知らずに声をかけたの？姿だけでなく、歌声も美しそうに見えたからな。このアーシノは、ナンパなだけじゃない？ああ、ボルテージ科に在籍してるものの、本当は試作会に行きたかったと、彼はいつか言っていた。この生徒どうかは、わからないが、まだ浮くような言葉を、アーシノは平気で口にする。あ、しかも、受け入れられてるんだ。そういうキャラになっちゃえば、得だよね。声楽科の子は、今日はたくさん来そうかな。そうね。私の友達が後で来るって言ってたよ。もしかしてイタリア学会？何？アーシノってまだ相手が決まってないの？まあ、これは、特定の国ってわけじゃないけど、イタリアっぽい雰囲気はあるよね。残念ながらね。とはいえ、今日は俺の相手探しじゃないんだ。まあ、音楽といえば。そうなの？いうところは。まあ、とにかく、その子たちが来るまで待たせてもらおうかな。まあ、一応この世界の歴史を遡っていくと、普通に魔法のファンタジー世界なんで、でもちょっと現代チックになったのがこのシンフォニークレインの世界観ですね。おい、クリス、やる気はあるのか？あまりないね。それに頼んでおいて。何しに来たんだよ。探しに来たんでしょ。いくら友達とはいえ、人任せなのは、さすがにどうか。どのみち声楽科の子が来ないことには話にならないし。ああ、声楽科いなかった。ちなみに俺は適当に時間を潰してるけど。僕も適当に。わかった。それらしい子が来たら、お前も積極的に話しかけろよ。一応ね。ああ、そっか、ここ。そうなんだ。やっぱ、アーシノは、ナンパだけど、クリスはそういうことできないでしょ。ああ、そんな風に親しげに話してる分にね、女性との名前をほとんど覚えていないって、言ってるところはある。それはよくわかんないね。僕はといえば、初対面の人に話しかけるのは苦手だったし、話しかけるのはもっと苦手だ。それはわかる。お宝見てもそれがわかるのか。僕に話しかけるような物好きは今のところいない。クリス、君に壁の花は似合わない。いや、そう言われてもね。はい。かつての物好きが、かつてと同じ言葉で話しかけてきた。あー。出会いも、こういう感じだったんだ。あー、この、アーシノって人、ちょっと思い出してきた。なんとなくだけど、なんでクリスに、みんなに話しかけてきたのか。いや、それはもう飽きた。それで男に声をかけてると？そういうこと。いかにも冗談めいて、アーシノはそう言った。そしてそれから少しだけ真面目な顔になる。今日はどうする？出てきてもらってなんだけど、僕にはやっぱりこういう場所は合わないと思う。それもそうだな。じゃあ行くか。えらくあっさりしてるね。いいの？まだ。
とりあえず外に出よう。わかった。ドアを閉め、歩き出してからアーシノを話し始めた。あっさりしてる理由だっけ。ああ、そうだったし、悪いかと思って。今日は自分のために来たわけじゃないからな。悪かったね。いや、悪くはないさ。でも真面目に探してたわけじゃないし。少しは探してたんだろ。一応は。俺は探す気があるとは言えない気がする。だろう。それにあそこにはお前に似合う奴はいないよ。そうなんだ。似合う？いろんな意味でな。人間的にも、音楽的にも。ああ、まあそんな気もする。しばらくコーナーを二人で回ってみたのよ。結局何の成果もなかった。キャンパスまで出たとこで一度駆け止まる。早く来いよ。雨なんて珍しくもないだろう。分かってる。濡れるのがあまり好きじゃないだけだって。そんなこと言ったって傘なんか差してたら注目の的だぞ。知ってる。こういうのかっこ悪いことだと思う。周りの方がどうかしてるだけだろうけど。子供なんだね。そうだね。お前はいざとなったら取り組み方でも組めばいいんだし、今日はこれくらいでいいだろ。まあね。うん。ん？よかった？足のが軽くため息をついた。うん。ああ、ちょっと疲れた。か、今日悪かったね。あんまり意味のないことに付き合わせて。だからそういうんじゃないって。さっき僕には似合ってないって言ったろ。女の子のことか。ああ、でもさ、アーシノにも似合ってないんじゃないか。何が。かぶった。名前も覚えてないような女の子のことだよ。だから疲れるんじゃないの。いや、みんな楽しんでる。ん？みんなの中に自分は入ってる？焼いてるのか？はい。女の子にだよ。え？どうしてそういう結論になるのか全然わからないんだけど。クリス、かわいい。まさかの足のブート。頭を丸ないで。はいはい、そろそろ帰るか。言われなくても帰るよ。じゃあ大通りまで一緒に行くか。結局文句を言い続けて僕を気にかけることもなく、足のは上機嫌なままだ。だがさっきあんまり機嫌良さそうじゃなかったけど。なんで機嫌が良くなったの。そうだ、クリス。これから特に用事がなければ、一緒に晩ご飯でもどうだ。ん？用事はないけど、まあいいか。ああ、学費は国から出てるんだ。それはいいね。まあ、あ、そっか。無駄遣いはできない、そう。でも、たまにはいいんじゃない？場所は？アーシノは結構、お金持ちっぽいよね。まあ、場所は選んでくれるでしょう。
いいトラットリアを最近見つけたんだ。値段ももちろん手頃だ。そっか、それでもいいか。最近一緒に食べてなかったしね。最終的な食堂であるトラットリアだな。それほど贅沢というわけでもない。まあ月に一度ぐらいならこうして外で食べるくらいに余裕はあるし。場所は旧市街でクリスの家から近いやつだ。ひょっとしたら知ってるかもしれないな。いや、家の近くにトラットリアがあるとは知らなかったな。あんまり外食しないし、家にしてもアーシノと一緒の時が多いから。でも旧市街か。ん？どうかしたか？珍しいね、アーシノが連れてくれるのって。今度は新市街か。大通り沿いの道だ。知り合いに連れてってもらってね。それから気に入ってるんだ。へえ。トラットリア。ホテルと。へえ、楽しみにしては。いい趣味してるね。お前ほどじゃないよ。店内はちょうど食事時ということもあって、混み合っている。アーシナはすでに何度か来ているのか？女の子の店員に、気さくに声をかけ、ここでも。クリスは何を頼む？何でも適当に。いつもそれかな。じゃあこの店のおすすめなんて、聞く必要もないか。まあね、パスタにするよ。わかりやすいからペペロンチーニで。安い。スルっぽい頼み方しやがって。まあ、俺もそれでいいか。他のは食べたしな。トウガラシとニンニク、そしてオリーブオイルだけの簡単なそのパスタ。それだけにそのお店の味がよくわかるという。まあ、そういうもんなのかな。ああ、完全に好きだから頼んでいる。なあ、お前のパートナーのことだけど。あ、そうそう、その話。うん、味は素晴らしい。トルティニタじゃないのか。普通そう思うよね。だからどうしてみんなトルだと組ませ、組ませたがるんだ。それが自然だからな。まあ、他にいないだろうしね。それはわかるけどね。それに、お前が組んでくれないと俺が困るんだよ。え、どういうこと？どうしてアーシノが困るの？トルティニタに脅されてるんだよ。ああ。なるほどね。それは、嘘だね。ん？そうなの？口では言わないけどな。俺にはわかるんだよ。ああ、無言の圧を。勝手に言ってれば。まあ、それはどうでもいいんだが。いいんだ。理由は何なんだ。僕がトルタと組まない理由。俺には思いつかないんでね。友人として心配してくれてるの？それとも？もちろん、下世話の好奇心だよ。ああ、ありがとう。彼のことだよ。ありがとう。俺は会ったことがないからわからないが、お前にはトルティニタの方が似合ってると思うんだよな。あー、話だけは聞いてるって感じか。話すのにはわからないよ。トルタは大丈夫。でもあるわ。大丈夫じゃない。え？ま、お前のことだから好きにすればいいさ。もちろんそのつもりだよ。こっちが復帰したんだろ。心配なんだよ。それよりも自分の心配をまずしたら。当たり前だ。誰がお前の心配してるって言った。はいはい、ありがとうね。アーシナのこういう言い方にはもう慣れた。本心から心配してるからこそ、あえて下世話な好奇心だと言う。本当に好奇心から聞いてるだけなら、初めから真摯なふりをして、
心配そうな顔を作るような男だった。結局あんまりパートナーの話は進展しなかった。あ、おかえり。今日は遅かったね。外でご飯を食べてきたから。あ、そうなんだ。アーシナに紹介されたお店は美味しかったし、満足もしていた。でもアーシナの態度に少しだけ違和感を覚えた。そんなに心配されるようなことなんだろうか。相手はアーシナ？あ、バレてる。まあね、あ、てか、友達、アーシナしかいないから。ですか。多分これでもう一箇所行けばもう一人のヒロインと会えるんじゃないかな。それで調子はどうなの？まあそれなりに。なんか嘘っぽい言葉だけど信じてもらうしかないね。なんでこんなにやる気がないのかな。いつも無駄だって分かってて聞いてるんだよね。はい、ありがとう。じゃあ、私はもう行くからね。わかった。また来週。うん。じゃあね。金曜日か。ここが行けないところか。多分ここで。もう一人の人に会えるんじゃないかな。エナーコロの前で少しだけ立ち止まる。昨日も来たけど。頭を軽くされ挨拶を交わす。その場にいた一人の顔、どこかで見たことがあった。多分コルテール科の誰かだと思う。つながりの企画な学園生活だった。改めて実感し、しばらく中の様子を伺うことにした。その知り合いらしい生徒が僕の方を見ながら演奏をしていた仲間に何かを話しかけ、すぐに演奏が再開された。多分僕に何かを話しかけても無駄だろうということを言ったんだろう。でもクリスからはもう話しかけることはないと。徐々に人が増え、演奏する者と話をする者に分かれる。そしてクリスは壁の花になってしまうと。昨日と変わらない。自分が異質であることを突きつけられ、探す気もすでに失せ、これ以上時間の無駄だと思い始めた頃、ちょうど向かいに立っている一人の女性と目が合った。あの、誰かと待ち合わせですか？彼女は少しだけ引いたような態度で、歩み寄り、ためらうように凍えてそう尋ねた。いえ、違います。そうなんですか？では、ここにはどうして？この曲いいよね。幼子の。彼女がそこまで行ったところで、遮るように言葉をかぶせた。今のところ、ヒロインの
登場シーンでかかってる BGM は全部ボーカル曲なんです。やっぱりそれは結構覚えてる。この曲もこの子のテーマ曲だから、後でこの子が歌ってくれたら演奏することができるよね。今もう出るとこですから、失礼します。もう残して外へ出る。今日は少しだけ雨が強かった。このせいでなんだか気分があまり良くない。朝は普通だったはずなのに、いつの間に強くなったんだろう。いつもの霧雨のような細かい粒ではなく、大きな水の粒が目に見えるようだった。もう少し待とうかな。大学録と思った。どうですか？あ、さっきの。その間にか体が少し外に出ていたようだった。前髪は雨に濡れ、肩も軽く濡れている。そしてそれを気づかせるように頭の上になぜか傘があった。雨に体が当たらなくなって、初めて雨が当たっていたという事実に気づく。あ、確かに。今まで傘を差していた人はいなかった。この傘は誰かの手によって支えられるという、ごく当たり前のことに思いたい。指だけ振り返って、その誰かを見る。取れたかもしれないと一瞬だけ疑ったものの、その考えはすでに間違いだと分かった。あなたは自己紹介してなかったですね。私の名前はファルシータ、ファルシータ・フォーセット。ファル、どうかしましたか？ねえ、歩きながら話しましょうか。あ、はい。この子もなんか、いきなりクリスに話しかけてくるの。すごい変わり者ですね。どうかしましたか？いえ。あいあいが、こんな風に強引にお誘いしてしまって迷惑でした。思ったように彼女はそう言い、歩調を緩めた。完全に歩みが止まってしまう前に、僕は言葉を続けてまた歩くように促す。いえ、そういうんじゃないんです。ただ傘に入っているのが珍しくて。そうですか？そういえばそうですね。この町の人はあまり傘を使わないみたいですから。でもありがとうございます。いえ、お気になさらずに。でもどうしてあそこにいたんですか？確かテナー頃に。それは、ほんの少しだけ言いにくそうに口を持った彼女は、続けた。あなたが少し辛そうな顔をしていたから。僕が？ええ、それで具合が悪いのかと思って外に出てみたら、雨を濡らげているのが見えたので。そうですか。
傘を握り直して続ける。ありがとうございます。これを軽く受け流し、カラスはうなずいただけだった。でも本当にそれだけで、どこかでお会いしたことありましたっけ。すれば忘れなさそうな人だけど、少なくともボルテールカの授業に会ったことはないはずだ。それに彼女と出会うようなきっかけも思いつかなかった。いや、そんな気がしただけです。笑顔でそれを聞いていた彼女にまるで言い訳のようにつけた。すると彼女は控えめに笑った。どこかであったあるかもしれませんよ。思わせぶり。これどうだったっけ。かも確かじゃないですけど、それってクリスさんが学園の行事にきちんと出ているのなら有名人、お会いしたことはあると思いますよ。行事ですか。あまり積極的に参加することはないですね。強制参加じゃなければ出ることはまずないですから。そうなんですか。それでもどこかで見たことはあるかもしれませんね。私学院で生徒会長をしていたんですよ。生徒会長、今年の春までですけど。あ、そうだったんですか。そういえば何かの用事で彼女が挨拶をしていたような気もする。あそこに行く必要なかったせい、誰か喋ってるのかを決めかけたことはなかった。すみません。どうして謝るんですか。まあでも実際生徒会長とかよく知らないことはある。真面目な生徒ではないんで。お気になさらずに。優雅な残しで彼女は何回目かになる、そんな言葉を言った。それはごく自然で心からそう言っているのがわかる。特に上流階級の子供たちがたくさん大好きしている入学院の生徒会長らしいといえばらしいのかもしれない。どうもそれと大通りと旧市街の境目に到着した。まあ、僕には旧市街なんですが、その道とか聞かずに勝手にこっちの方に歩いてきちゃって。あ、やはり。どうかしました。いや、貧しい人さんの家って旧市街じゃないかもしれないって思って。そんなことないですよ。私もこっちですから。そうなんだ。結構区学生とかなんだっけ。あ、そうなんですか。どうかしましたか。いえ、何でもありません。出会ったばかりの相手に質問するような内容ではない。そのことには触れないでおいた。そうですか。あ、それとそんなに堅苦しい呼び方じゃなくてパルって呼んでください。親しい人はみんなそう呼びますから。パルさん、さん付けは、そうだ。かといっても呼び捨てすることもできる。ぎこちなくさんを最後につけた。ちょうど帰る方向は同じことだったり、つまり、まだ傘に入れてもらいながら歩いていた。クリスさんはボルテール科なんですね。うん、高知で。すごいです。才能があるんですね。いえ、そんなことはないんです。偶然だっただけです。すごいことなんて全然。本当にそう思ってるんですか。もちろん。
でも珍しいですね。なんで？そういえばクリスさんって3年生ですよね。はい、そうですけど、どうして知っているんですか？リボンの色じゃなくて。ちょっと前ですけど、コンサートホールで演奏していたでしょ。ああ、夏の定期演奏会です。年に3回、夏末に演奏会を行う。ということは、サルさんも、いや、同じ学科だったら見たことあるでしょう。いいえ、声楽科です。あ、声楽科。でも、ヴォルテール科の演奏は全て聞きましたよ。パートナーを探してた？全部聞かなくちゃいけなかったんですか？そういうわけではないんですが、楽しかったですよ。僕は自分の分線終わればって感じでしたね。でしょうね。でしょうね。ああ、そういう人だっていうのかかってきたのかな。でも声楽科ですか。その時ふと思いついたのはあまり現実味がなかった。彼女は人望もありそうだし、もうパートナーが決まっていてもおかしくない。あ、そうだ、クリスさんってもうパートナーは決まってますか？あ、こっちから言ってくれる。あ、そうなの、やめておこうと思った瞬間、彼女は何か思いついたかのように声を上げた。え？いえ、まだですけど。よかった。私、実はまだパートナーが決まっていないんです。よかったら今度、音を合わせてみませんか？ちょっと都合が良すぎるな。いきなり決めるのは無理だと思いますから、とりあえず一緒に演奏してみる機会があればと思って。ああ。あまりにもできすぎている気がしたけど、その提案は断る理由は特に良さそうだ。音楽性の相性もとりあえず合わせてみることでわかるだろう。でもいいんですか？こちらからお願いしているんですけど。そうだよね。とりあえず合わせるだけならこちらからもお願いしたいくらいです。僕もまだ決まっていなくて探している最中でしたから。やっぱりそうでしたか。あそこにいたのでそんな気がしてたんです。ああ、サルもパートナーを探してあのサロンにいたのかな。まあそうだろうね。主人公は一応優秀だっていうことになってるから話しかけづらいだけで。僕はこっちなんですが。あ、私はあっちですね。少しだけ残念そうな顔で彼女は言う。あ、でも家の前まで送りましょうか。ここまで来て濡れるのもちょっと悔しいですよね。まあそれもそうだけど、まあ傘がこの子のだからね。あ、いえ、もうすぐそこなので大丈夫です。そうですか。はい、それでさっきの話ですが、いつにしましょうか。今週はちょっと忙しいので、できれば来週からがいいんですが。来週ならいつでも。え、ごめんなさい、火曜と木曜だけなんです。火曜と木曜。あとは日曜日が空いてますか。火曜と木曜、ポルタが用事があって早く帰って。火曜か木曜で大丈夫です。休みの日まで学園に
行きたくはないですから。クリスさんならそう言うと思ってました。見透かされてる。レッスンはどの時間帯にとってます？2限目ですね。だから午前中で終わりですね。私は1次元目なのでお昼からでいいでしょうか？給食を取った後でも構いませんか？もちろんです。ならそのくらいの時間に練習室を取っておきますね。定学ってご飯を食べた後できるもんなのかな。ちょっとわかんないけど。わかりやすく練習室のある廊下の一番奥でどうです？取りに会いに行くのは練習室の廊下の一番奥。火曜、木曜。でも火曜になるか木曜になるかは。どちらにしろ練習室にはいますよ。いつもそこで練習してますので。なるほど。こちらですね。いえ、私よりもっと練習している人はたくさんいますよ。それはどういう表情？それでもですよ。でも春さんらしいですね。らしいですか？いえ、ただ、会って間もない人に言う言葉ではなかったかな。そんな気がしただけです。そうですか。今日はそう言って笑っただけだった。それじゃあまた火曜か木曜に。はい、それではまた。優雅に綺麗して彼女は帰ろうとする。その背中に慌てて声をかけた。どうかしましたか？パッサ、ありがとうございました。いえ、お気になさらずに。ハルさんと別れた後、歩いて3分ほどの道を走って部屋まで戻ってきた。鬼を含む、今日はそれほど濡れていない。おかえり。息が切れているために少しだけ呼吸を置いて、それから答える。ただいま。ん？走ってきたの？ちょっとね。へえ、なんかあったの？まあね、それは後で説明することにして、とりあえず玄関を抜けて部屋に入る。あれ？今日はタオルで拭かなくてもいいの？濡れてないからね。あんまり濡れてないからね。その辺も含めて説明が必要かな。ねえねえ、何があったの？今日の出来事を話したのに。明日が土曜日？日曜日？一日飛んだのか。そして今日も、あ、そっか、日曜日は手紙が来る日。さて、そろそろポストにあるからの手紙が入ってる頃だろう。そろそろだよね。ちょっと取ってくる。はい、いってらっしゃい。すぐそこまでというか、玄関を出てすぐのポストに手紙を取りに行くだけの作業なの。いつも本人は嬉しそうにしてそう促す。手紙はさすがにね、見せたくないよね。まあ、本人がそんなに手紙のことを聞きかけるのは、その後にアンサンブルができるからっていうだけなんだろう。まだまだこれから手紙を読み、その後に返事を書いてからだっていうのに、本人は、
羽をせわしなく動かし、それからのアンサンブルについて考えているのが分かった。単純というか、なんというか、それを無視して封を丁寧に切って、中から手紙を取り出す。ここにはいつも通り、手前切りの便箋が入っていた。クリス、そちらは今も雨が降っていますか？こちらも珍しく、ちょっと前に雨が降りました。クリスと同じ気分になれるから、そんな雨の日も少しだけ好きです。一応双子だから、ハルとトルタは英雄さん一緒ですよね。中原舞さん。その演じ分けがすごいよね。さて、唐突なんだけど、パートナーのことでトルタが少し困ってるみたいだったよ。真面目に探す気がなさそうだって手紙には書いてあったけど、クリスらしいね。あ、トルタもお手紙を送ってるんだね、ちゃんと。いつでもちょっと面倒くさそうに後でやるっていうのが小さい頃の口癖だったもんね。言葉遣いは変わったのに中身は全然変わってないってトルタがぼやいてた。でも私はクリスが本当に好きなことに対してはそれなりに真面目だってことを知ってるから大丈夫。パッと考えてみても、それが音楽しか思いつかないのはやっぱり問題なのかもしれないけどね。話がそれちゃったね。とにかく真面目に探した方がいいんじゃないのかな。それとも私がこの手紙を書いてる頃にはいい人が見つかってその練習でもしてるのかな。まだね、見つかってはないけど候補は2人ぐらい。それならごめんね。最初に謝っておくね。そうじゃないと子供みたいに今やってるとこだったのにってすねるクリスの顔が想像できるから。展開もし決まっていないのならトルタじゃダメなのかな。あ、私は素人だからよくわからないんだけど、小さい頃からいつも一緒にいるんだから合わせやすいとかそういうのがあるんじゃないかって考えたりしてみました。最終的にはクリスが好きなように決めればいいんだけど、ちょっとおせっかいをしてみたくなったので許してね。ではまた次の手紙で。アリエッタ。何から顔を離し、やっぱりしばらく物思いにしてる。トルタと組んだ方がいいのは分かりきったことだ。でもやっぱりそれを躊躇してしまう。他に誰もいなかったらそうすればいいんだろうけど、今はそうではない。はっきり言って、予想もしてなかったことだけど、バルシートさんから誘われてもいる。あ、リサ、では、まだ、そういう感じではないよね。そし、あ、そう、リセ。これはちょっと違うかもしれないけど、妙に気になる女の子。リセのこともあったん。これをトルタに言ったら、やっぱり不確定なことばかりだって、怒られるだろう。でもトルタとはある程度の距離が必要な気もしていた。今すぐにここで決めてしまえるようなことでもない。もう少し時間をかけて、この問題に取り込もうと考えるのはそれほどいけないことだろうか。時間がね、1ヶ月以上、1ヶ月は大変でしょう。めんどくさいというにはあまりにも自分に跳ね返ってくる問題ではあったけど、そんな風にしか今は考えられない。ねえねえ、返事はもう書いたの？いや、まだ、まだでしょう。書いたように見える？見えないからそう言ってるんじゃない。だから早く書けって言えばいいのに。なら早く書きなさい。
あ、言われた。はいはい。あ、まだ言えないよね。ねえ、まだ？もう書き終わるよ。それからと同じくらい短い、たった一枚の手紙。向こうにも同じくらい詰まってるんだろうな。お引き出しに、それからの手紙をしまい、それから空の封筒に今書いた紙を入れた。痛いとそう。あまりにもこれに優雅な行動に、ちょっと意地悪をした誘惑に駆られる。でも待たせておいてさらに意地悪するのは、さすがに本人が怒りそうな気がしてやめておいた。じゃあ始めようか。はいはーい。で、いつものように、妖精とのアンサンブルが始まり、日が終わっていった。ということで、一週間終わったから、今日はここまでかな。一応セーブ、あ、ちょっと待って。セーブ。長い時間、お付き合いくださりありがとうございました。今日は一応、メインヒロインの4人に出会うことができましたね。最後誰を選ぶのか楽しみ。そうだね。ポルタとアン、双子が、まあ、一応本筋のメインヒロインって感じなんだけど、あとリセとファルが、あ、傘、さっきの傘、まあ、普通にこのメインビジュアルの4人がヒロインって感じですね。今日一応4人に会えたけど、でもアンにはまだ直接は会ってないね。手紙だけ？あ、お手紙持ってる。ちょっと前、オリジナル版プレイしたのは相当前なんで、結構忘れてるかなと思ってたんだけど、やってると、あ、結構この子こういうこと言ってたなって思い出してくるもんですね。続きは来週、また土曜のこの時間ぐらいにやろうかなと思います。最初は、多分ね、理性を狙いに行くと思います。フォーにも可愛いよね。ビジュアルが結構、オリジナル版から結構、アップグレードされて、グラフィックの、原画家さんは、同じ人なんですけど、オリジナルの時が、なんかほぼデビュー作ぐらいだった、だったと思う。で、結構10年ぐらい経って、全部グラフィック書き直して、すごい、可愛くなってますよね。あ、そう、ここに書いたんでね。グッドエンディングが6個あって、バッドエンディングが3個ある。なんか、うろ覚えだけど、ゲームオーバー的なものもあったような気がする。というわけで、今日はシンフォニックレインに、お付き合いくださりありがとうございました。また来週続きやっていこうと思うんで、もしお時間あれば、来てもらえると嬉しいです。それでは、またどこかでお会いしましょう。
お疲れ様でした。おやすみなさーい。